高校生になった今ってことで、そういった時期にですね、10センチ伸びているってことは、超むちゃくちゃ盤石タイプって評価になりますので、17歳からでも、ね、身長伸びることが期待できるかもしれません。私が思うにですね、まあ、歯科矯正、歯の矯正ですね、それとすごく似てるかなと思います。例えば歯がですね、まあ、こんな風に向いてたら、それは治療してあげたらいいというふうに思うと思うし、人によっては一本だけ歯がね、ちょっとずれてるだけでも、ものすごく気にする人は気にすると思いますし、治療する人はするでしょうし、治療しない人はしないと思います。いわゆる自費診療の世界になってきますね。万人に成長ホルモン投与が推奨されるべきかというと、もちろんそんなことは絶対にないと思うんですけども、非常に悩まれていて、成長ホルモン投与によって人生が非常に明るくなることが推定されるのであれば、副作用とかですね、費用とかいろんな面を考慮して人生の選択を行うというのは一つの選択肢には上がってくるのではないかというふうに思いますね。本人にとってですね、まあ、人生最大のコンプレックスであるのであれば、医療介入というのも検討してもいいのかなと。先日ね、800万で身長伸ばす手術なんてね、お話もしましたけど、それも同じですよね。最終的に個人の人生観によるものかなというふうに思います。これもですね、明確なデータが存在する内容ではありませんので、明確な答えはありません。ただし、簡単な答えとしては、2回で分割して睡眠することは特にお勧めしません。証明されているわけではないんですけども、2回分割して睡眠した場合に何かこう健康指数が上がるようなことがあれば、すでにおそらく何かしらの形で発表されていると思いますし、子供だけでなくて大人にもですね、おそらくいいというふうに言われたりもすると思うので、分割することによって成長ホルモン分質がよりプラスになるというのはちょっと考えにくいのかなと思いますけど、いかがでしょうか。太ももや足首が痛いことが成長痛になるかというと、ちょっと微妙な気もしないでもないかなというふうにも思います。どちらかというと成長痛は関節で起こるので、太ももっていうのは関節ではなくて、どっちかというと筋肉の部分になってくるので、あまり関係ないかなというのは気がしますけどもね。足首に関してはそこまで関節がありますので、もしかしたらそれは成長痛かもしれません。ぜひね、受診して調べていただくといいんじゃないでしょうか。筋トレ身長伸びない説、いくつかポイントがあります。まず最初一つ目、これだけ絶対覚えていただきたいポイントとしては、筋トレは成長ホルモン分泌を促します。どっちかというと身長にとってはプラスな側面ですね。そういった意味だと筋トレはグッドってことになりますね。一方で筋トレが懸念される内容ですね。筋トレをすることによって筋繊維が破壊されます。そこに栄養が補充されるわけですね。ここで筋肉が成長して太くなっていくっていうような形になりますので、そういった意味だと栄養ですね、たくさん吸収下に筋肉どん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 栄養を持っていってしまわれると、身長が伸びにくくなるというような形になりますので、伸びる側面と伸びないという側面の両方があることになります。ではどうすればいいかというところなんですけど、2021年の4月の時点ですと、筋トレは自重筋トレであればやっていただいて OK ですけども、高重量を扱うような筋トレは新庄先生はお勧めしていません。やるのであれば腕立て伏せとか腹筋とかスクワットとか、まあ、自重でですね、やる程度であればいいでしょうという表現になってまいります。筋トレやらなくちゃいけないわけではないので、どちらかというと全身運動、サッカーだったりだとかバスケだったりだとか水泳だったりだとか、まあそういったような全身を使ったですね、まあ、運動をやっていただいた方が、先ほどの理論からするとですね、成長ホルモンをねうまく分泌して筋破壊をそんなに起こさないでっていうところの方がいいかなっていうのではないかと思うんですけど、いかがでしょうか。これは一般的な見解と似てると思いますね。どういうことかというと、日本人はですね、まあ、食が欧米化してるなんてね、何十年前から言われてることだと思うんですけども、つまり牛肉とかたくさん食べるようになって、生活習慣病みたいですね、肥満やコレステロールとかどんどん悪化してしまっているとね、デメリットの点として、まあ、挙げられるというわけなので、どういうふうに調整していけばいいかってことなんだけども、大人と同じでしょうという表現になってくると思います。牛肉なんかですね、まあ、脂質が比較的多く摂取する場合もあるわけなんですけども、まあその中でも脂質質の低い牛肉を食べるといいでしょうという表現になりますし、これかなり高額になってしまいますし、なかなか手に入れるのは難しいですけども、一部流行っているものであればグラスフェッドっていうんですけども、綺麗な牧草だけを食べて育った牛肉をですね食べると、より一層体にいいなんていうようなねことがあって、私が知る限りグラスフェッドのですね牛肉を手に入れるのは非常に難しい。何回か見たことあるんですけども、値段も相当上がるということになるので、現実的なところを言えばですね、脂肪分の少ない牛肉を取っていただいたり
とか、そういったところかなと思います。乳製品も同じですね。例えば牛乳は飲んだ方が身長は伸びるなんてデータはですね、あるわけなんですけども、その中で牛乳の懸念点の一つとしては、やはりですね、動物性脂質が比較的高いというのが懸念材料点になりますので、ここら辺やはりですね、まあ注意が必要になります。ここら辺はまあケース対ケースになります。例えば痩せてる子であれば、そこまで脂質制限する必要はないと思いますし、体が横に大きい方に関して言うと、脂質制限というか、牛肉であれば脂質の低いものを取るとか、まあ牛乳でもですね、低脂肪のものを、ね、摂取するとか、そういったような工夫はあってもいいかもしれません。卵に関して言うと、まあコレステロールはね、子供に関して上がりすぎる心配はそこまでないのかなとか思ってますんですけど、過剰摂取はしない程度でやっていくっていうところになりますね。はい、参考になりましたでしょうか。基本的には、じゃあね、決まっているっていう表現でいいかなと思います。すべてのことがほとんどそういうふうに表現できると思うんですけど、先天的に持っているものと後天的に持っているもので、早熟もある程度先天的な部分と後天的な部分があると思います。ただし、先天的な部分の方がウェイトとしては大きいでしょうと。それに対して、まあ、後天的な部分、まあ、具体的に言うと、肥満だったりだとか、少し関係あるかなというふうに言われるのが、通説という表現でいいと思います。日光のメリットですね。そちらの方です。まず理解いただきたいと思います。私の方で頭の中で思いつくのは2つになります。1つはビタミン D 合成には日光に当たる必要があるなんていうふうに言われたりをしています。あともう1つはサーカリアンリズムですね。体内時計が整うということですね。日光に浴びてないため夜更かしになってしまって睡眠の時間や質が落ちてしまうなんて言われてますね。まあ、この2つがですね、日光を浴びる、まあ、メリットになります。ではその日光に浴びる時間長ければ長いほどいいかっていう質問ですね。まあ、ここが次のポイントになるわけなんですけども、ここに関して言うと、まあ、ノーというような結論でいいと思います。例えばなんですが、骨粗鬆症って呼ばれるような骨がですね、まあ、弱くなるため、日光に当たりましょうなんて推奨されている時間ですよ。たかだか本当数十分程度というふうに言われたりもしてますので、それぐらい当たれば十分にビタミン D はですね、合成されるというふうに言われています。あともう一つ、サーカディアンリズムに関して言うと、まあ、めちゃくちゃ日光を浴びるというか、適度な太陽光の中ですね、生活していれば十分という表現になります。ただ、一日で家にいるってことは好ましくないように思いますけど、いかがでしょうか。アンドルは関係あるというふうに思います。まだ今日もね、早熟の目安、晩熟の目安を発表していきたいと思います。男子の場合ですと、陰毛が11歳、脇毛が13歳、鼻下の髭が13歳、帽子の髭もですね、14歳とかで生えてくるとかなり早熟傾向。一方で、晩熟タイプですね。陰毛が14歳、脇毛とか鼻下の髭ですね。こういったところが16歳以上、帽子の髭が17歳以上で生えてくるとかなり晩熟傾向という表現ができるかなというふうに思いますので、この方ですと、高2に入ってから脇毛が生えてきたということで、仮になんですけど、まあ、17歳だというふうにして考えると、比較的この方は晩熟傾向にあるように推定されると思われます。まあ、ただね、他の情報もね、加味しながら実際は検討していくところになると思います。タンパク質のね、摂取量ね、これに関してと語弊が出ると困っちゃうので、難しいとこだよね。例えばなんですけども、厚生労働省、日本人の食事摂取基準、2015年度版ですね、そちらの方の基準を見てみると、タンパク質の食事摂取基準ということで、3から5歳だと推奨量としては 25g、6から7歳だと 35g、8から9歳で 40g、10から11歳だと 50g、12から14歳だと 60g、15から17歳だと 65g、18から29歳だと 60g、そういったところがね、一つの推奨量として男性であればそういった量、女性であれば3から5歳が 25g、 6から7歳が 30g、 8から9歳が 40g、 10から11歳が 50g、 12から14歳が 55g、 15から17歳が 55g、 18から29歳が 50g ということになりますので、こういった基準値に関して言うと、多くの場合は厚生労働省の方で発表されていることが多いので、皆さんも同じような疑問を、ね、感じた場合はまず厚生労働省で検索してみるといいかもしれません。高校生になった今ってことで、そういった時期にですね、10センチ伸びてるってことは、超むちゃくちゃ晩熟タイプって評価になりますので、通常であれば18歳以降で約1センチ弱程度しか期待値として伸びない評価になるんですけど、この方に関して言うとはもう少し伸びる。この数字だけでいくとね、3センチとか4センチとかも伸びそうな勢いになってくるかなと思います。平均的に見たら高校生16歳0ヶ月が2センチ程度なので、1年ぐらい早熟型だと1センチぐらいしか伸びないでしょうってところが答えだと思います。統計的に見たらそれは間違いなくなんですけど、プラスの人とマイナスの人が同等に存在するってことよね。そうじゃないとどん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 その式が成り立たなくなってくるわけですから、あとはその統計的に見た時にね、プラスの人が多ければだんだん身長は高くなるってことね。それはね、ただ今日本人平均値はあんまり年間通し変わらないってことを見ると、プラスの人とマイナスの人は同じぐらいの量でしょうってところですね。
これに関して言うと予兆という言は難しいと思うんだけど、このお子さんに関して言うとね、すごく晩熟ですので17歳からでも、ね、身長が伸びることが期待できるかもしれません。ただ一般的には2回ね膝が痛くなるってことは成長痛という表現であまり考えにくくて、他の要素で膝が痛いのかなっていうような気がするけど、この人に関して言うと伸びる可能性はまだあると思います。